いつもありがとうございます。サックス奏者黒田雅樹です。今日はね、今までやってきたオーバートーンのテクニックを駆使して、サイレンっていうのをね、やっていきたいと思います。で、サイレンって聞いたことない人もいると思うんですけど、フラジオ音域で行うポルタメントだと思ってください。逆にですね、ポルタメントの方が難しいかなっていう気はするんですけど、フラジオ音域までなってしまうと、簡単ではありますね。ここまでいければね、あとはもう楽勝だとは思いますから。で、どういう、テクニックなのか一回聞いてもらいましょう。今みたいにね、フラジオ音域で滑らかに音程を上げていく、そういうね、テクニックで、例えばリチャード・エリオットさんとか、あとエリック・マリエンサルとかね、こういう方が得意にしてらっしゃいます。作品の中で聞くこともできます。で、サイレンという呼び方はエリック・マリエンサルさんがそのようにおっしゃってますね。名付け親かどうかまでは知りませんけども、同じような、テクニックだったりとか、あとちょっと、思い出せないんだけど、なんとかっていう名前で呼ばれたりとかね、いうこともありますが、基本的にそのフラジオ音域で行うポルタメントのことだと思ってください。で、ポルタメントと基本的にはやり方は同じです。これがオーバートーンの音域になっただけの話なので、今のはね、フラジオのソからスタートして最後はフラジオのレになるように、やってます。で、スタートとエンドだけですね、ゴール地点だけ決めてしまって、で、行き先に向かって、喉の力でですね、順次ウィーというふうに、喉の形を変えていくだけで、その時指は緩やかに動いていくね。だから、サイレンのしやすい音域っていうのはあるわけですよ。やりにくいところ、やりやすいところね、あると思いますんで、ここまでね、これに挑戦しようかっていう人はある程度もうできちゃってると思いますので、ご自身で、いくつかね、試せるようになってると思いますね。で、テナーサックスでもね、同じようにやっていただけば、どのサックスでもね、同じようにやっていただけはするんですけども、ポルタメントが要するにそのフラジオ音域で行われているというふうに認識してください。で、コツはやっぱりパームキーを使った、フラジオ、これはパームキーから そのオーバートーンですね。この辺りは何度かやらせていただいたのでお分かりいただいているかと思いますが、もう一回おさらいしておきましょう。フラジオのレで終わるということはパームキーからでいけば、パームキーで F、ファ、ファの指ね、1、2、3のこっち上、ね、この指で終わるように持っていってます。ソの音からなのでちょっと引っかかりがあるのは否めないんですけども、もっと簡単にもっともっと簡単にいこうと思ったら、シのフラット、つまり何にも押さえない指ね、
これ通常音域だとドのシャープ、これオクターブキーをしているので、オクターブ上のドのシャープ、ここで倍音一つ、上に上がるとですね、シのフラットになります。このシのフラットの倍音出しながら、緩やかに、音指をこれ本当にね、ゆっくり動かさないと急にうんってか上がっちゃうんで、ゆっくり上げていくと、あとはね、それに応じて喉のね、形も変えていってあげると、今みたいなウィーというカーブが得られます。逆に帰ってくる時も一緒、イーというふうに、喉を下げてあげれば、同じような感じでポルタメントできると思います。選ぶ音指によってちょっとやりやすいやりにくいというのは出てくると思いますので、この辺は研究の余地ありです。実際には、これを単独で使うことは僕はあまりしてなくて、これプラス、オーバートーングリッサンドというのをね、併用してやっていることがほとんどです。でそうですね、アルトサックスよりはテナーサックス、テナーサックスよりはバリトンサックスの方が振れ幅は大きいものが選べると思います。まあこれはね、得意不得意っていうのもあるかもしれない、慣れ不慣れっていうのもあるかもしれないけども、基本的にはその、理屈の上ではね、気温が低い方がやりやすいものの一つにはなります。なのでバリトンサックスなら管が長いね、管はね結局ね長い方がいい、長い方が今いいって言うとね語弊があるんだけど、管は長い方が有利、いろんな技がね簡単にできるね、というわけでね、今日はねこのサイレンという、技術を、ご紹介させていただきました。もう一回ちょっと吹いてみようかな。スタート地点、逆でスタート地点のゴール地点ね、あらかじめ決めておいて、とある音からとある音へ、これを、滑らかに、音程移動を行う。で指がね正急に動いてしまうと、パチン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 とね動いてしまうと、音程がダンダンでねどん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 と、音程が上がっちゃうので滑らかに、動かしていく。で喉による操作はちょっと遅れ気味の方がうまくいくと思います。これ経験談なんですけども、喉による操作をちょっと遅らせる、指による操作の方を先に行う、という、ちょっとタイミング的なものもあったりして、この辺はその何回かその経験を積んでもらわないとうまくいかないかなとは思いますけども、こういった技術もあるということで、知っておいてほしいと思います。でね、なかなかエキサイティングな技なんで、やっぱりね使いどころ選びますし、うまくはまった時にはね、やっぱりこうかっこいい、演奏につなげていくことが、できます。というわけでね、今日は、サイレン、エリック・バリエンサルさんの、言葉によるとサイレンという名前がついています。こちらの、オーバードーンテクニックを一つご紹介させていただきました。それではご視聴今日もありがとうございます。それでは明日の動画も楽しみにお待ちください。